記者会見は今日午後東京で行われ、映画祭に出品される15作品の監督が出席しました。 TBS ドキュメンタリー映画祭は TBS と系列局が日頃のニュースや番組で取材した成果を映画化しようと2021年に始まりました。 RKB からは今年、難病の男性を28歳になるまで取材した魚鱗泉と生きる亮君が歩んだ28年と、現代日本に広がるさまざまな不寛容の姿を映し出したリリアンのゆりかごの2作品が出品されています。この映画祭は全国6都市で開催され、このうち福岡市のキノシネマ天神では3月29日から4月11日まで、 TBS 制作の9作品と RKB 制作の2作品が上映されます。